油断した頃に水油のをいじるっていうのがまあ効果的なわけよ。まあ、まさか来ると思ってないって時にね。じゃあ早速やりますか。青木ゆうまさん、今日の前半のトークも最高です。いいや、たけしじゃないんかい。確かに青木さんも面白い方だけどもいや、書いて台本に書いてあるんです。面白い方の方で、これ。あ、そういうこと。台本面白い方の方で。いや、もうそのいじりが一番ひどいからもういや、だって漢字でかどっちも読めるじゃん。めちゃめちゃ上から見せる。これはだってどっちも読めるじゃん。いや、青木さん面白い方だけども一番嫌ないじられ方青木さんごめん。違うんです、私は忠実に台本読んだつもりでした。違うんです、型でした。台本は型なのよ。型っていう方でした、読み方が後半も期待してます。始めます。ピクシスの夜空の下でミーティング。皆さんこんばんは、ピクシスの寺田萌です。すいませんでした呼び方を間違えてすいませんでした。あの、思ってません、本当は。本当に面白い方だなって思ってたけど、面白い方って書いてあるいじり方してんな、この台本って思っちゃいました。面白い方って読んじゃった、ね、方の方で読んじゃいました。方角の方とか、ね、方角の方で読んじゃいました失礼いたしました。いや、伊藤美久です。おもろいけどな、急に。いや、まああの人面白い方だけどさめちゃめちゃ傷つく。めちゃめちゃ上から目線。ネタとしては面白いですけど失礼しました。この番組は私たちピクシスが月曜から木曜までの4日間ビルの屋上という夜空の下で2人っきりの秘密の会議をお届けしていきます。はい、ということでこの番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、水曜日はこちら、まったりする日。はい、毎週水曜日はリスナーの皆さんから届いたメールを時間の許す限り紹介していきます。はい、ピクミンネームまるるんさんからです。ミックも石こんばんは。こんばんは。最近友達にピクシスの布教をしています。あら、ピクシスのファースト写真集ハーモニーを見せたり、曲を聴いてもらったりしています。嬉しい。ハーモニーの写真集と一緒にプリクラも撮っちゃいました。これか。お二人に質問です。最近二人でプリクラって撮ったりしてますか。これだ。あら、かわいい。これ見せていいのかな。これ顔隠れてるけどね。あ、じゃあ。なんか持ってくれてる感じとか、デコってる感じ、かわいいですね。ね、もう絶対かわいいじゃん、二人とも。ね、ちゃんと色もピクシスって書いてる。ね、嬉しい。プリクラね。全然撮ってない。なんかさ、前仕事帰りにさ、なんかゲーセンあったからノリで撮ったことあったよね。そうっす。なんか、池袋かなんかで、あの、店舗回りをしてて、そうだ。発売ピクシスの。何万もかけてミニオン撮った時そうかも3万ぐらいね。そう、意地になって全然撮れなくてそうそうそう、ちょっと調子乗っちゃって2人でね、お金出し合って。 そのミニオンは未だに事務所の車にいる。いますね。ちょっと雑な扱いを受けてますけど。高級ミニオンだよあれ。だいぶ高級ミニオンです。大事にしないと。あれ大事にしないと。でも懐かしいね、プリクラね。プリトロ、久々にトトロ、プリトロ。じゃあ次、ラジオネームアップーさんからです。みくちゃん、みちゃん、こんばんは。こんばんは。数ヶ月前、在宅期間の影響でお腹のお肉が気になりだし、あわゆくばムキムキになるために筋トレを始めたのですが、うん、なかなか結果が目に見えずモチベーションが低下気味です。そこでお二人がモチベーションを維持するために行っていることなどあれば教えていただきたいです。またみくちゃん、腹筋を縦に割りたいと言っていましたが、経過はどうですか？私の経過は、どうともなってないっていう経過ですね。まあ、ミクさん別にもともと細いですから。いや、でも筋肉は欲しいよ、確かに。筋肉あるっていい、うん、続けた方がいいと思う、絶対。いや、それこそ萌さんとかそういうパーソナルジムとかのモチベーションは何ですか、うん、やっていく。え、可愛くなりたい。まあ、そうだよね。まあ、コスメもそうだし。綺麗美容系も。確かに。もうそれでしかないの、もう。モチベはもうそれしかない。ああ、なるほどね。可愛いって言われたいみたいなことから始まるってこと？うん、いや、なんかね、他人に言われたいっていうよりかはね。自分が納得したいみたいな。そうそうそう。なんか自分で結局、わぁ、自分太ってんなぁ、無理って言って自分に対してイライラするくらいだったら、痩せて、え、自分今日も最高っていう自分のモチベーションだよね。
あ、なるほどね。自分が生きてく上でイライラしない選択肢をしたい。あ、じゃあもう同じなんじゃない、自分がかっこよくなった、うん、どんどんかっこよくなりたいがモチベーションになると。そう、なんか自分にムカつくんだよね、ちゃんといいことっちゃいいことですけどね。ちゃんとムカついてる、人に当たるよりは。なんでなん、なんでそこ太るみたいな。なんでここが太るんってる、じゃあなんとかしようみたいなモチベーション。なるほど。なる、ちゃんと。モチベーションね、うん。私もこれに関してはすごく難しいなと思いますね。モチベーションを常にこう保つっていうのは、うんうんうん、何か本当にこうなりたいみたいなものがないとやっぱ続かないから。うん、あ、でも私の友達で多いのは理想の体型の人みんな待ち受けにしてる。あ、でもわかる。うん。私もさ、あの、行きたい丸太島っていうところがあるんですけど、ずっともうここ5年ぐらい言い続けてるんですけど、もう待ち受けにしました。ちゃんと開いたら綺麗な丸太島の景色出る、ね。そう、ここにいつか行くんだっていうモチベーションを持って常に頑張ってます。だから私は開いたら聖夜です。いつか聖夜に会うんだって。いつかもう聖夜と会うんだって。もう笑顔になっちゃう。聖夜の笑顔を待ち受けにしてる。霜降り明星の聖夜さんね。はい。そうなんです。いいですね。はい、最高。最高のモチベーションですね。あ、オッケー。あ、オッケーです。え、今日話した？ね、なんかもうちょっと、え、だいぶ話しました。いや、高級ミニオンのくだりいらなかったな。一番いらなかったね。いらなかったな。もっといけたな。はい、今日は以上です。引き続き私たちの質問、番組の感想などどんなことでもいいので送ってね。はい、ではここで一曲おかけしましょう。ピクシスでネクストフラワーズ。ピクシスの夜空の下で。ミーティング、お送りしてきましたピクシスの夜空の下でミーティング、そろそろエンディングのお時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net、 pixis_rf@joqr.net、 ピクシスの綴りは PYSIS です。はい、ということで第311回目の放送いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。いやもう、え、何のやつ、何のやつ、どうしたん、固まった、大丈夫かな、フリーズ、ズームのフリーズみたいになってる、大丈夫、ズームねーになるわ、やめてそれは絶対ダメだからね。ちなみにズームにだったら私はズームねーになる。せいやさんに感化されすぎですよ、ダメですよ、そんぐらいの覚悟はあるダメですよ。あー、せいや大好きやな。はい、それでは今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田真由とピクシスの伊藤美久でした。また明日はこの屋上で会おうね。バイバーイ。